々のインターナショナルスクールチャンネルに出ていただいて誠にありがとうございます。ありがとうございます。お名前の方をお願いできますか。はい、Yukiyoです。はい、女子アドございます。よろしくお願いします。はい、本日ですね、Yukiyoさんをこうゲストに招いてですね、インターナショナルスクールの、実際の学習経験に関してですね、インタビューさせていただけたら嬉しいと思いますが、簡単にですね、自己紹介の方をお願いできればと思います。今、立命館大学の国際関係学部の1年生のYukiyoです。京都の方で今一人暮らしをして頑張ってるんですけど、経緯としたら、まずもう年長さんの頃からずっとインターナショナルスクールに通っていて、東京 YMCA インターナショナルスクールっていうインターナショナルスクールに、キンダーガーデン年長さんの頃から、小学6年生まで通って卒業して、でその後に2年間カナディアンインターナショナルスクールっていう別のインターナショナルスクールに試験受けて入って、でそれで小6と中1ぐらいの夏のあたりにサマースクールだけで海外に行ってたんですよ。その経験がすごく楽しくて、もう本気に行きたいなって思って、でそれで中2中3と受験したんですよ。それで受験して見事受かって、日本って中学が3年高校3年生だけど、アメリカは9年生からって言って中3高1高2高3が1個のセットじゃないですか。この4年間の一番最初の方で受験して入って、で、その高校で2年間留学して、で、日本帰国した時にはもう、それ以来ずっと私はもう日本の教育を受けていて、日本の私立の高校に帰国生枠として受験をして、大学は一般受験で今立命館に通い合わせていただいてます。なるほど。経験豊富ですね、本当に。なんか自分でも結構いろんな価値観を見てきたなと思ってます。なるほど。まさにもう国際人ですね。すごいです。で、そうですね、キンダーからじゃあもうね、インターに通い始めて、実際コーチはですね、5歳とか、4歳、5歳。でもなんか、親が、なんか、まだ5歳でしたけど、なんか夏休みぐらいに、なんか1ヶ月間だけ日本の小学校に通ったんですよ、私。はい。多分その1ヶ月間を通って、なんか親もそんな許容したくなんかその無理に「はいじゃあインター通え」じゃなくて、両方とも経験した上でどっち行きたいみたいな、多分それで多分自分はインターの方が良かったのかなと思って、自分で小学1年生として入学して。コーチはどうでしょう、英語は少しなんかできた、やっぱうち日本語喋ったらダメって怒られるではないけど、ノージャパニーズ・イングリッシュ・オンリーみたいな感じの雰囲気だったから、逆にそれがすごいありがたかったですね。ああ、なるほど。クラスにはやっぱりなんかお父さんかお母さんどっちかが海外の人っていうのが結構多くて、お家ですごい英語喋れる子とかもいたけど、自分はもう家では英語は全然使わなかったので、学校でしかやっぱり喋る機会がなくて、でも自分の弟も同じインターに通だったので、小3とか小5ぐらいからは結構2人とも英語が喋れるようになったので、家では弟とはずっと英語で喋ってました。あ、そうだったんですね。だからもうなんかもう小学校時代は周りの環境もね、実際純外人も多分いたし、ハーフの人もいたかなと。で、先生たちも 100% 英語で授業してた。そうですね。もう一切日本語はなかったです。結構鮮明な記憶がある時からはもう結構ずっと英語が自分の日々周りにあるっていう感じだから、1年生2年生は結構喋れてたかなと思ってます。だってもう喋れないともう誰とも話すもう。そこはやっぱりなんかね、普通に英会話塾に通って勉強することと、実際ね、毎日インターのこの国際的なこう環境にいて自然に英語を覚えるのともう全然違う世界ですよね。今大学で英語やってる人もたくさんいるし、高校でも英語をすごく頑張ってる子たちがたくさんいますけど、インターに通ってて一番最近気づいたっていうことは、もう圧倒的に発音が違うんですよ。本当に小さい頃からだったなってことをすっごい実感して、だからやっぱり話すってなると、どんなにやっぱり頑張っても、うん、小さい頃から常に英語を聞いてる人に、はい、環境に置かれていた人とやっぱり後天的になんか、はい、読み書きで頑張って、真似しようとしてもやっぱり、うん、その日本語の耳が慣れちゃっているから、はいはいはい、小さい頃からが一番大事だなって思う。うん、ありがとうございます。次はですね、教育内容の話もちょっと聞きたいなと思って、インターナショナルスクールの中、特定の科目、例えば、英語で数学とか、それぞれのなんか科目の授業は、またどういうふうに進んでるのか、お聞かせいただいていいですか？そうですね。まず内容だけを考えれば多分普通の小学校とは同じなんですけど、なんか例えば社会とかはもう基本アメリカのこととか、日本の地図をあんまりやらなかったとか、やっぱ日本じゃなくて海外とかカナダとかもいろいろ見てましたし、数学に関してもやっぱりインターって言ってもテキストがアメリカとかの小学校で使われてる教材を使ってるってイメージが結構あったので、はい、アメリカはもう本当にのんびりゆっくりやってる感じでしたね。それだけを見たら日本の数学って結構レベルが高いんですよ、だから一番やったことないものがたくさん出てくるみたいな。なるほど、そういうね違いがあるんですよね。文化の違いもちょっとありますね。わかりました。ありがとうございます。